入ってちょうだい。ひどい公演だったわね。これで何回目かしら。確かに散々な内容でしたが、その分改善点もたくさんあるはずです。一つ一つ解決していけば、いつかは必ず成功させることができますよ。そうね。でもあまり時間がないのよ。時間がない？世界歌劇団大戦ですわ。世界歌劇団大戦、先日もおっしゃっていましたが、それはどういったものでしょうか？近日開催される歌劇団協議会のことですわ。世界中の歌劇団がこの帝都に集まってきて、舞踏と舞踏で競い合う平和の祭典よ。そこで勝利を重ね、帝国歌劇団ここにありと広く世間に知らしめる。それこそが今の花組の目的であり、帝国歌劇団復活の第一歩ですわ。それは。わかりました。全力を尽くします。世界中の強力な歌劇団を相手に、今の花組では厳しいですが。彼女たちに勝てる力をつけさせるのよ。神山君ならできますわ。買いかぶりすぎです。俺は魔法使いじゃありません。難しいことは百も承知ですわ。それでもやらなければ帝国歌劇団の復活は果たせない。結果を出しなさい、神山君。あなたならきっと大丈夫。わかりました。ありがとう。さて、悪いけど私は出かけますわ。歌劇団大戦をどう戦い抜くか、しっかり考えておいてちょうだい。
Thank you.